高津戸親王妃百合子殿下には本日午前6時32分聖路加国際病院において皇居されました。謹んで哀悼の意を表する次第であります。病院にはこれまでできるだけの手を尽くしていただきましたが、ご高齢ということもあり、本日早朝から血圧が低下され、6時32分にご皇居されました。